助けてってあるけど、あれ何、私のこと何でした、せーの、ねえ、めっちゃ下手くそ下手くそめっちゃ下手くそ。私気になったこと言いい、あ、うん、聞いて聞いて。え、全然、何でもいい、何でもいい。あ、本当に NG はない。オッケーオッケー。そんな、そういうこと聞かれたから嫌いになるとか言えるとかない。え、西くんってなんで、なんかコメント欄とか、うん、助けてってあるけど、あれ何あれ知って、ガチで知らない、ガチでわかんない。あの、助けてって、あのね、今は違法な、緑の吸うもの、スパスパするいけないやつ、うん、の、まあ、当時合法なやつを吸ってみて、うん、人生でそれ初めてで、うん、いわゆるバットに入るってやつ、うん、いろんな悪い方にバーって妄想が膨らんで、過去中になって、うん、こう、手足が動かなくなって。マジ？うん、で、僕の場合ちょっとまあ難病の経験とかもあるからさ、うん、フラッシュバックするものがなかなかいろいろとありまして、うんうんうん、こう、本当にマジで呼吸できなくなって、うん、意識が朦朧として手足が動かなくなって死ぬかもしれないってなって、当時一緒に住んでた人に助けてって言うと思うんだけど声も出ないっていう動画はあるの。え、持ってんの？あ、もう YouTube に上がってる。マジで誰上げたの？それ、自分だけだ。え、なんでなんで？いや、あれだからみんな、いじりで使ってる声けど、一番自分をいじってるのは自分自身だからね。いじっちゃってる。無事に治った。本当に当時は死ぬかと思ったんだけど、無事に治って、これバズるかと思って、編集して、アップして、そしたら切り抜きがブワーって広まって、まあ、西くんはね、もともとアダルトな仕事とかいろいろやってたから、妬まれてたりするから、こいつのこの姿面白いわってバズって助けてジジが広まった。面白すぎるでしょ。え、じゃあ今調べたら出てくる。あ、ってなる。今調べたら、うん、YouTube で全然見える。え、出てくる。うん、え、じゃあ見てもいい、それ。いいよ。いいんかい。おお。え、逆にさ、うん、私のこと何で知った？TikTok の公式イベントで、西くんって、あ、やった！待って言えてないけど。完成でーす。TikTok の公式イベントでさ、多分反応してくれたよね、先に。西くんであるのか、西くん、うん。ああ。声かけてないもん。あ、私がね。そう、反応してくれて、で、名前聞いて、あ、なんか流れてんの見たことあるかもーってぐらいだって。で、会話をしただけで、連絡先だけ交換してて、うん、で、まあ今 TikTok が本領というかさ、うん、メインになってるから、インフルエンサー同士のなんか交流する機会とか作っていきたいなと思って、今年の頭、うん、新年会だったっけ、うん、さっき僕が忘れたってたけど教えてもらったんだけど、新年会をするっていう理由で呼んでって感じだね。見たことあるかなぐらいしか知らなかった、正直。マジ、うん、私は結構知ってたけど、助けては知らなかった。助けては知らない。おすすめに出てくるなーって、うん、多分見てたんだろうね。そうだね。